接続詞を意識しながら長文を読むのが私はすごい良かったなって思ってて、学校の先生になったんですけど、教材で通用しないからトイックを上げたいな、時間配分どうしたらいいですかとか、そういう素朴な疑問にも全て答えてくださって、その結果1年間で760点に330点上がりました。LA というのはラーニングアシスタントの略で、自分がこれまで行ってきた TOEIC の勉強で学んだことをですね、自分より下の子もしくは同い年の子にこう教え合ったりとかしてます。英語をもっと極めたいな、一人でこう基本的に勉強をしてるんですけども、それでこう共にこう勉強内容であったりとか、その時の気持ちとかをこう共有できるこう仲間ができたというか、それがすごいこう大きいなというふうに思いました。SA とはスチューデントアシスタントといって、海外の体験をシェアしたりとか、そういう活動をしています。今社会人のこの翔徳の先輩にもうすごいもうほとんど質問してから行ったので、まあ、それの面で心がなんか楽に行けたので、私も後輩にしてあげたいなと思って伝えてます。LA のリストが貼ってあって、そこで自分の友達とか先輩とかを見つけたらすぐコンタクトを取って、先生みたいに勉強法を教えてくれたりするので、勉強しやすくなったと思います。大学生活でやりたいこといっぱいあるんで、負担のかからないようにこれをしっかりやっていこうっていう、最短距離でいける勉強方法を伝えようかなっていうふうに自分は意識してます。日によってモチベーションとかも全然違うので、そういう時こそ周りの頑張ってる子たちの姿見て、あ、やらなきゃって、そういった環境が刺激になって自分も頑張ろうって思える場所だと思います。